はい、ということで小浦ダムです。はい、津島でね、朝一に来てやることがダム、何してんのっていう話だよね。いやね、でも空が綺麗なんですよね、すごく、澄んでますよね、空気が。空気全然違くないですか、なんか。でもダムはやっぱりダムだね。特になんか変わり映えのある景色ではないですね。せっかく対馬に来たのに、対馬に来たってモチベーションが上がらない光景ですよね、これ。ある意味で。こんな時間からダム見学に来る人なんてもなかなかいないぞ。寿司ももできて、記念のダムカードをもらうために寄ってるようなもんですから、いやでも空は綺麗よこれ、かなり、ずいぶんなんか住んでてこう邪魔するものがない感じだよね、空気の中に。山猫だよ。いや猫だよ、普通に。普通の猫だよ。降りらんねえのか。あ、いやいやいや、もう一頭降りてきたよね。器用に降りてくんな、また。あ、じゃあこの子たち降りらんないわけじゃねえんだな。はい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 、あんたら普通の猫だね。降りてきた、降りてきた。なんだお前ら、ずいぶんずいぶんガタイいいんじゃないの。ちゃんと餌もらってる感じだね、この子たち。慣れてるもん、寄ってきた。なんだ、そんな朝からそんな。お前らどっから出てきたん。どっから出てきたの、あなたたち。はい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 。毛づやもいいね。しっかりご飯もらってんだね、この子たち、きっと。やる気満々な顔してんじゃん、あんた。何かと思った。どっから、どこに住んでんの、あんたら。それなりに、お年召されてるんですよ。何年かすると、あの、黒猫って赤くなってくるから。あっちに看板あるから、ちょっと見てこい、ついてたから。ああ、びっくりした。なんか白いのが動いたなと思ったら。何あんたら。第一待ち人発見が猫だった。何なんで邪魔すんのよ。やめてよ。ラブラブじゃねえか、お前ら。随分慣れてんね、人に。寒くないの、あんたら。どっから降りてきたの。まさかの猫との対面。びっくりした。最初こっちの女の子が降りてきた時、山猫かと思ったよ。いきなり山猫かと思ったら、まあ、山猫っちゃ山猫なのか、お前らも。
これこの辺あれだ、うん、鹿の糞だらけだこれ。よし、じゃあ高良ダムと分かるところで写真を撮って、ここでもいいんじゃないの。ちょっとあの猫のやつ何なんだお前らよ。出会ってる猫と、一応インカメで撮っとこう。どう撮ればいいのこれ。俺インカメで撮ったらなんか画像が逆さまなんだけど、なんでこれ。わかんない。え、なんでどうやって撮んの。インカメってどういうの。あれなんでどうすりゃいいの。わかんない。いいや、お前写真撮ってもらえ。いいや、落ち着け。お前も撮る。にゃんこと一緒に。はい、ポーズ。お前ハメ撮りされてるぞ。はい、朝から。はいはい、仲良く元気でね。じゃあね。なかなか男の子がたいいよね。うん。ほら、行っちゃうでしょって。あ、向こうにもいるんだな、きっと。何かに反応してるよね、今、この子たち。向こうにもいいんだわ、きっと。へー、ここ猫いっぱいいるんだね。うん、うん、はあ、なんかダムカードについて書いてあるっぽいな。結構寒い。はい、ということで小浦ダムと猫でした。猫に癒されるダムでした。